小二影助は、鎌倉時代中期の武将、御家人。小二首脳の産卵。現行に際し、大将軍として、九州御家人たちの指揮にあたり、父の首脳や兄の常助と共に、猛虎軍と戦った。八幡具、道里氏によると、文英十一年の文英の役で、影助は十月二日での博多湾沿岸での戦闘において、日の大将軍であったといい。 かげすけないし彼の老党が、猛古軍の副司令官の一人であった、竜直道とおぼしい人物を矢でいとめる対抗を、挙げたと言われている。公安四年の公安の役にも参陣して奮戦した。父の死のうの死後、兄の常ねとの間で家督をめぐる争いが起こり、公安八年に、鎌倉で、有力御家人の足立やすもと内官僚の平、頼綱とが対立した、下月騒動が起きると、 影助は、安森側に組みして、安森の子で、肥後国の守護代、足立聖州と共に、地区全国で挙兵したが、寄綱側に組みした兄、常助の追悼を受け、居城である岩門城で廃止した。去年四十。園田和弘、現行、文英の役赤官坊をまた先、き、子供を奴隷として、拉致、女性は手に、穴開け術繋ぎ、博多落ちと炎で染めた、猛子。 朝鮮軍の残虐、非人道行為。産経新聞。http コロンスラッシュスラッシュ sankei.jp、msn.com スラッシュウエストスラッシュウエスト、ライフ、Live>、ニュース、14万615、wlf14 兆615億700万 3n1、htm2014 年6月14日閲覧。ab、豊津町史古代から、近代初等編。 p608 豊津町子上官 p182 朝日日本歴史人物辞典章に影助の功トバンク章に影助とは参照尊卑文脈国史体系本第2編391ページありがとうございます